ヤン・ボード・アンド・クルトネ、ヤン・イグナツ・ネエーチスワフ、ボード・アンド・クルトネ、1845年3月13日から1929年11月3日は、ロシアもしくは、ポーランドの言語学者、ポーランド立憲王国、現在のポーランドマゾフシ県出身、ロシア構造主義言語学の創始者と呼ばれるべき人物、 ボードゥーンとクルトネが正であるが、単にクルトネ、またはボードゥーンと略されることが多い。フランス系ポーランド人で十字軍で活躍したクルトネ家の子孫。帝政ロシアで活躍した言語学者。民族的にはポーランド人であるが、ほとんどの学問活動が当時のロシア帝国領内、火山、後にペテルブルクで行われたこと。 ロシア語で書かれた論文が非常に多いことなどで、ロシアの言語学者としても数えられる。ソシュールと並ぶ構造主義の先駆者で、火山大学時代に言葉の記号性、音素と形態素の概念、教字体と通字体など構造主義の基礎概念に達していたという。ソシュールは少なからずクルトネの影響を受けていたと言われている。しかし、 火山というロシアの辺境で活躍していたことなどから、ソシュールのように広く知られることはなかった。クルトネが創始した学派、火山学派、ペテルブルク学派からは、ポリワーノフ、シチェルバ、ビノグラードフなど多くの優秀な学者が輩出している。また、対立関係にあったが率いていたモスクワ学派にも影響を与えた、トゥルベツコイなど、構造主義の基礎概念、言葉の記号性、 形体素及び音素の概念、数字体と教字体の明確な区別、ラングとパロールの区別など、言語変化における経済性、音声学と音韻論の区別など。クルトネは1870年に言語学と言語に関する一般的な覚え書きで初期的であるが、すでに構造主義的な立場による著作を表している。ちなみに、 ソシュールの一般言語学講義は1916年。この時代はまさに青年文法学派の時代である。例えばソシュールは1876年から1878年の間、青年文法学派の中心であったライプツヒに留学している。クルトネは初めて言語学に音素という概念を導入した人物で、後のプラハ。 レニングラード、モスクワの諸学派の音韻論研究者に強く影響を与えている。ただし、三つの学派によって音素の定義は少しずつ異なる。クルトネ本人は音素を心理的にこれ以上分けられない音の単位とした。つまり、人間が頭の中で認識できる音の最小単位と位置づけた。クルトネは初めて言語学に形態素という概念を導入した。 クルトネによれば、形態素は、心理的に、人間の認識としてこれ以上分けられない意味を持った、最小の単位とされる。さらに、形態素を働きにより二つに分けた。いわゆる、語には欠かせない要素で、比較的具体的な意味を持つ部分の語根とその語根に、関係や、別の品種への転換など様々な付随的な意味を、付け加える字の区別を行った。クルトネによって基礎が敷かれた。 携帯ソ論は、その語言語によって、詳細は異なるもののロシア語だけではなく多くの言語に応用された。ただし、節字を語尾と派生節字に分けて、語形成と語変化を明確に区別したのはである。教字体と通字体の明確な区別はソシュールによって初めて行われたとされているが、この明確な区別はすでにロシアの二人の大言語学者によってそれぞれ行われていた。 クルトネ以外のもう一人は、ロシアの青年文法学派、比較言語学者として、名を馳せたモスクワ学派の祖、ホルトゥナートフである。クルトネとホルトゥナートフは、時間を停止したものと仮定してその時点での言葉のありを問題とする言語の分析方法、つまり、ソシュールの教自体を、性的、もしくは、記述的と命名し、ある言語現象を時間とともに、 どのような変遷を辿ってきたのか、歴史上の事実を追求する方法、つまり、通じたいのことを、動的、もしくは、歴史的と命名していた。クルトネは、個々人の頭の中に存在する言語と、社会上存在する、抽象化された言語を明確に分け、前者は、ソシュールのパロールに、後者はラングに相当する。そして、社会的抽象言語、ラングはパロール。 個人的言語の集まりの中に偶然にして生み出されたものとして位置づけている。クルトネは音声学という用語は用いなかったが、その明確な区別を初めて言ったとされる。言語の音には二つの側面があることに言及し、それぞれを扱う分野に名付けをしている。一つ目の分野は人間音声学とクルトネは命名し、どのように人間が 言語音を発生するか、つまり我々の言うところの音声学に相当する。二つ目は、心理音声学と名付けられ、ただの物理的な音の連続を人間が、どのように頭の中で、心理的に言語音として理解しているのか、つまり、音韻論に相当する。クルトネは、言語変化には五つの方向性があると主張した。その内容は、 1. 1無意識的な習慣 2. 言葉をより使用の楽な体型にしたいという気持ち 3. 忘れること 4. 同一の形式を用いる場合でそれを区別したいという無意識的な欲求の反映 5. 一般化。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。